はい、ズキです。今回は新 iPhone、 iPhone SE 第2世代、便宜上 iPhone SE 2と呼びますが、初心者の方や初めて iPhone を使う方がもっと便利に使えると私が思う設定変更をやっていきたいと思います。これまでも様々なスマートフォンやタブレットでやってきたある意味人気の企画ですが、 iPhone 11 の時にはやっていなかったということで、合わせて iOS 13対応版として iPhone 11を購入された方もご参考にしていただければと思います。 iPhone SE 2開封後の検証第4弾となりますので、過去の動画をまだご覧になっていない方はぜひ動画説明欄リンクよりご視聴ください。前回は楽天モバイルアンリミットの eSIM 回線を使って iPhone SE 2でデュアル SIM、デュアルスタンバイを設定しました。現在設定している主回線はドコモの 5G SIM、そして副回線として楽天モバイルアンリミット SIM をデータ専用 SIM として設定しています。デュアル SIM、デュアルスタンバイなので当然どちらの SIM でも通話が受けられ、また発信することも可能です。それではまず通信会社が表示されている横にあるバッテリー残量設定からやっていきましょう。このようにコントロールセンターを開いているとバッテリー残量は表示されていますが、通常のホーム画面ではデフォルト状態では表示されていません。これを表示させる設定変更です。設定からバッテリーの項目をタップします。ここのバッテリー残量項目をオンにすれば、はい、ホーム画面でもバッテリー残量が表示されるようになりました。先ほど表示されていなかったバッテリー残量がしっかり表示されています。なおこの設定はノッチのある iPhone、 例えばこちら iPhone 11 Pro Max では設定できない項目となっています。ノッチありの iPhone ではコントロールセンターでチェックする必要があるので、 iPhone SE 2にしようか iPhone XR にしようか iPhone 11にしようか迷っている方は一つの参考になるかもしれません。なおバッテリー残量設定の下にある低電力モードの設定をオンにすると、メールの取得やアプリのバックグラウンド更新などが低減もしくは無効になるので、バッテリー残量が少なくなってきた時などはこちらを設定してみましょう。バッテリーが緑から黄色の表示に変わりました。次にキーボードの設定変更をします。 iOS は Android のように好きなキーボードをアプリとしてインストールして使うことはできませんが、ある程度のカスタマイズはできます。設定の一般からキーボードを選択します。キーボードをタップして新しいキーボードを追加することもできますが、基本はデフォルトのままでいいと思います。戻ってこちら片手用キーボードですね、片手用キーボードを設定することでキーボードを左右どちらかに寄せることができます。初代 iPhone SE のディスプレイサイズ4インチから SE2 で大型化されて操作しにくいと感じている方は試してみてください。例えば右側に設定してこの状態でツイッターを開いて入力しようとすると、はい、このようにキーボードが右側に寄った状態でちょっとコンパクトになっています。このマーク、この印をタップすることで元に戻りますが、再度どちらかに寄せたい場合はわざわざ設定に戻らなくても、この地球儀を長押しすることで選択変更することが可能です。左側に寄せると、右側に寄せると、地球儀の長押しでは日本語かな、日本語ローマ字、絵文字、英語以外にもキーボード設定へダイレクトに移行することもできます。その他の基本設定はほとんどオンになっていますが、適宜自分に合う設定を試してみることをお勧めします。また音声入力を使ってみたいという方はここの項目をオンにしておきましょう。キーボードの項目の下にあるフォントについてはデフォルトでは何もインストールされていないので、変更してみたい方は App Store を開いて試してみたいフォントアプリをインストールしてみましょう。キーボードの上にある項目日付と時刻では24時間表示から午前午後12時間表示に変えることもできます。続いてコントロールセンターのカスタマイズです。まずアプリ使用中のオンオフの切り替えができます。オフにするとアプリ使用中はコントロールセンターを呼び出すことができなくなります。なおこの項目をオフにしておいてもホーム画面からは常にコントロールセンターにアクセスできるので、
アプリを使用していて誤操作など邪魔になることが多ければオフにしてしまいましょう。続いてその下にある項目、コントロールをカスタマイズに進みます。デフォルトではフラッシュライト、タイマー、計算機、カメラ、この4つのいわゆるショートカットがコントロールセンターに配置されていますが、これですね、この4つです。あまり使わないアプリ、コントロールは配置から減らしたり、あるいはよく使うアプリなどを下から追加しておくと良いと思います。さっきやった低電力モードもありますね。コントロールを減らすときはこの一方通行アイコン、マイナスアイコンをタップします。削除をタップしてもコントロール自体が削除されることなく、この下の項目に移動します。移動しました。私はよくアクセシビリティやアクセスガイド、メモなどを配置しています。ゲームプレイなどをよく録画される方は画面収録を配置しておくといいでしょう。はい、画面収録が始まりました。この配置についても変更することができます。画面収録を一番左に持ってきたい場合はカスタマイズの3本バーをタップして、はい、このように変更します。これで画面収録が一番左上に来ました。そして iPhone における一番のカスタマイズとも言えるのがこのアクセシビリティです。アクセシビリティは視覚サポート、身体及び動作、聴覚サポート、一般という4つのセグメントに分けられています。ボイスオーバーは画面上の項目が読み上げられる機能、声はデフォルトでは京子さんになっています。こんにちは、私の名前は京子です。ズームは3本指のダブルタップで画面表示を拡大する機能です。やってみます。オン。はい、だいぶ大きくなりました。ディスプレイの字が小さく細かくて見づらい場合はこの機能をオンにしておきましょう。その下の項目ではさらにカスタマイズできるので自分に最適な仕様にしてみてください。拡大鏡はカメラを使う機能です。ホームボタンをトリプルクリックすることで、はい、このように拡大鏡としてカメラを使うことができるようになります。画面表示とテキストサイズは文字通り画面表示やテキストサイズを変更する機能です。再現段の明るさの自動調整以外は基本的にデフォルトではオフになっていると思いますので、適宜自分に合った仕様でオンにしてみましょう。動作ではアイコンの視覚差効果などを減らすことができます。例えばデフォルトで設定されているホームに戻るという視覚差効果についてはこの状態からオフにすれば、はい、このように視覚差効果がなくなります。この機能をオンにしておけば確かバッテリーの消費にも影響し、バッテリーの持ちが少し良くなったと思いますので、そのあたりが気になる方もオフにしておくといいと思います。続いてタッチ、まず簡易アクセスについて知っておくと便利なのでチェックしておくと、ノッチあり iPhone ではディスプレイの下部を下にスワイプすることで、はい、このようにディスプレイを一段下げることができましたが、ホームボタンがある iPhone ではホームボタンをダブルタップすることで下げることができます。押し込んでダブルタップしてしまうとアプリ一覧になってしまいますので、軽くダブルタップします。その下の触覚タッチはこれまでの iPhone にあった 3D タッチに変わるものです。 3D タッチがなくなって結構残念に思っている方も多いようですが、 iOS13 からは触覚タッチもだいぶ使いやすくなったと評されています。ここではタッチの継続時間を2段階で調節可能です。
なお iPhone SE 2では現時点でこの通知領域では触覚タッチが使えない仕様となっています。タッチスクリーンでの操作がしっくりこない方はその下のタッチ調整でいろいろと調整してみましょう。それでは一番上のアシスティブタッチをチェックすると、このアシスティブタッチをオンにすることで白いホームボタンの代わりのようなものが表示されました。ここをタップすると通知、デバイス、コントロールセンター、ホーム、ジェスチャー、カスタムとそれぞれのショートカットが表示されます。表示されるショートカットメニューのカスタマイズはここから行えます。アイコンを減らしたり増やしたりすることもできます。アイコンの追加についてはここをタップしてこれらの中から選択することができます。カスタムアクションについてはデフォルトではシングルタップのみですが、例えばダブルタップでスクリーンショットを撮れるように設定したり、長押しで再起動するよう設定したりすることもできます。この待機状態時の不透明度が気になる方はこの項目で、はい、このようにここまで薄くすることもできます。アシスティブタッチを有効にしてよく使うショートカット機能を登録することでより便利にスマートフォンが使えるようになります。なおアシスティブタッチをオフにしておいても一般の項目ショートカットでアシスティブタッチにチェックを入れておけばホームボタンのトリプルクリックでこのようにアシスティブタッチが立ち上がります。ショートカットについてはアシスティブタッチ以外にも設定することが可能です。2つ以上設定した場合にはトリプルタップをするといずれかを選ぶという操作の流れになります。アクセシビリティの最後はアクセスガイド設定です。この項目をオンにすればiPhone で使えるアプリが一つだけとなり、どの機能を利用できるかを管理できます。アクセスガイドをスタートするには使いたいアプリでホームボタンをトリプルクリックします。例えば Twitter を開いていてトリプルタップすればアクセスガイドが開始されました。なおオプションでは無効にしたい画面上の領域を円で囲んで指定することもできます。こうしておけば、はい、ツイートすることはできなくなります。タッチ ID についてもアクセシビリティのオンボタンからクリックの間隔や押したままにして離した時の動作、そして指を当てて開くかどうかのオンオフが可能です。オンにしておけばホームボタンを押さなくても指を添えるだけでタッチ ID で iPhone が開きますので、この機能がオフになっているようであればオンにすることをお勧めします。壁紙などの変更も設定からできます。はい、ということで iPhone SE 2を購入したら最初に変更した方がいいと私が思う設定変更を確認しました。 iPhone は Android スマートフォンなどに比べるとカスタマイズがしにくいとも言われますが、このように設定を少し変えるだけで自分好みのカスタマイズもできますので、いろいろ試してやってみてください。次回以降もう少し詳しい設定変更や Tips などもやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間が合う方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。